了解した。お、いいね、結構こう軍勢が整っている感じはするが、さあバトルタンクよ、ここを開けてくれたまえ。あ、ちょ、危ない実は C12 の自動化の際事故がありました。どんな事故だ。彼らは戦闘中前触れもなく仲間を攻撃するそうです。なんか幽霊みたいなものがいるのか。いいえ、冗談か。レイエス君、レイエスちょっと言い過ぎ。お、ちゃんと近づいてきている。頭上に新たな貨物船が。本当に交通量の多いところだな。タワーだ、左側。何がターゲットだ。あの上で隊列を整えよう。状況を把握するんだ。いや、さすがに敵さんももう気づいているとは思うが、大丈夫かな。じっとしてろ、見つかるな。あ、ちょっと じっとしてて、見つかる。かっこいいな。状況は。レイエス少佐の手首のコンピューターに繋がっています。おい、君、私は中佐だぞ。これでロックオンさせておいて、攻撃を開始。素晴らしいぞ。あ、でもなんか横からも撃たれた気はするが、 C12 バトルタンク君は大丈夫か。まずは安全なところに行きたいが、おお、バトルタンク君が突っ込んでいく。敵の迎撃には気をつけていきましょう。ふむ、これで大丈夫か。向こうを撃っているな。敵がいるのかもしれない。ふむ、どこからか撃たれているあれか。ふう、危ない。お、開けていくね。ならばこれでまた敵の目標ロックオン、ロックオンする前にもう倒していっている。おっと、グレネード。ならば私はこちらから攻める。弾は確。おっと、後ろにいるか。マガジンは60発まで吹いている。さあ前進前進。そこにもいるだろう。後ろを狙うぞ。おっと、グレネード。よーし、倒した。まだまだ向こうにもいるじゃないか。ならばこの辺でロックオンして攻撃。あとはハッキングができればいいんだが。ふむ、敵のボットはいない。せっかくハッキングを持ってきたんだが使えずじまい。逃がしませんぞ。お、あれはイーサンか。で、さらには味方が進軍中。ならば私はもう下に降りましょうかね。いや、こちらからも行ける。さすがにもうこの上には敵は残っていないとは思うが。ならば攻撃。お、ナイス。だがまだまだ敵は残っている。あまり弾がないな。この辺も敵か。ならばこの上に行って
ここから攻撃しようかな。ふむ、ダーが撃たれている。いや向こうにもいいか。おっと、あれは味方か。ブルックス、すまんだ。ならば敵をロックオン。ふむ、だがハック対象はいない。持ってきた意味があまりないんだ。ふむ、なかなか硬そうな敵がいるではないか。そろそろ武器を切り替えてはいきたいが、こっちにしよう。いや、かっこいいな。一体何か喋っているように思えるか。おや、いるではありませんか。あの、動いてはくれないんですか。ふむ、どういうことだ。こっちに敵が随分といるんだが、さすがにここからは艦長一人で行けというわけではあるまい。味方が来てくれないんですよね。さて、やり直しまして、なんとかね、ここまで来ました。あ、てか何に今攻撃されたんだ。まあ、なんとかね、まあ、バトルタンク君、まあ、進軍できているようなので、このままどんどん進んでいきましょう。てかね、あのこのゲームって結構、まあ、処理が重いせいか、あのなかなかこう、まあ、ビデオクリップに保存っていうのかな、あのボタンが出てこないんで、まあ、結構ね困っていたんですよね。まあ、何度かね、まあ、小刻みにプレイして、でそれを、まあ、ロックアンしていった方がいいでしょうね。さあ、向こうに行ってみよう。おっと、逃げ帰るところだったか。そうはさせんぞ。さて、広いところに出てきた。あれは敵のドロップシップ。おっと、敵の大型メカ。バトルダンク大丈夫か。しかもこれは、おっ、どうやらランチャーがある。いや、だが C12 が、やべえな。バトルタンクが戦闘不能か。ならば私がこれで狙わせていただこう。しかもどうやら他に雑魚兵もいる様子。ランチャーの弾がないな。おっと、装甲車が突っ込んでいく。いや、だがひっくり返されてしまったか。とりあえず弾を補充して。あっちにもいるな。ならばこれでどんどん攻撃。で、弾がなくなったんで他の場所で補給。なぜかこう移動すれば弾が無限に補充されるという。まあ、待てこれでどんどん補充をする。で、どんどん攻撃を加えていく。だが敵が接近し、さあどこにいる。お、そこにいるか。どんどんね、攻撃をぶち込んでいきましょう。いや、バトルタンクの敵取らせてもらいますよ。破壊した。仇は取ったぞ、バトルタンク。おっと、あれは味方か。イーさんか、すまんな。あんたも今からスカーに加わってもいいんだぞ、メンソー。キャプテン、回路が損傷していなければ C12 を再起動できるかもしれません。お、本当か。大丈夫か。
あ、意外と簡単に治るんだ。助かったぞイーサン、これでどんどん進軍できる。ランチャーは残弾なし、もうそろそろ武器を切り替えよう。アイアンサイトか、まあ、まだまだ見やすい方かな。レーダーだ、作戦エリア内にいる。航空支援をスタンバイさせておけ。聞こえるか？よく聞こえないぞレーダー、繰り返す、よく聞こえ。いいか、ソルタ、もう一度頼む。まあ、最初の方にね、まあ通信が結構ね、まあ危ういかもしれないという話はありましたもんね。よし、では皆の衆進軍しよう。どうした、味方の船か？いや、違うな、あれはなんだ、オリンパスモンス、敵の空母みたいなものか。かなり大型の戦艦、これはやばいのではないのか。撃たれているぞ、敵の航空部隊も展開。バトルタンクが進んでいく。大丈夫です。いや、大丈夫には見えないよイーサン君。走りますか？大丈夫だ。やべえな、この中を進軍する。キャプテン、手を貸して。お、そこから行くんだな。よし、四角連打。イーサン君ぐらいのパワーならこれ一人でも開けられそうな気がするが。さあみんな逃げ込もう。今の戦力であの空母とは戦え。おっと、バトルタンク、こっちか。私の目を盗んだな。こっち、ひざまずいて死にはしない、どこであろうとな。攻撃される前にここで航空支援を待つ。ネガティブ、今すぐあのタワーを奪うんだ。いや、それこそネガティブですよ、オーマー君。ほら、敵の船がどんどん飛んでいるじゃないですか。ああ、そうだ、燃料タワーの破壊、それが我々の任務です。よし、移動だ、行くぞイーサン、お前もやる気なのか。エレベーターを開始。この戦力できるか、はい、キャプテン、屋上に向かい援護、着いたら教えてくれ。イーサン、来てくれ。イエスさん。ならば私たちが上から援護か。時間がないぞキャプテン。いや、あの、もう乗り込んでいるんですか。あ、イーサン君が先ね、私は後だと。時間がないぞキャプテン。幸運を祈るぞ。いや、地獄で会おうとか言わないで。お、またこっちか。キャプテンルイエス、お前たちにもはや勝ち目はないぞ。貴様の兄弟や息子らを見つけ葬り去ってやる。血は恥ではない。それはこちらのセリフだ。位置についた。味方の航空支援、リトリビューションです。こう見ると大きさ全然違うな。大丈夫か。キャプテン、このでかい獲物を仕留めてみせます。最新の注意を払えよ、ピーター。地獄の炎に唾するようなもんです。有名ピーター、頑張れよ。死ぬんじゃないぞ。通信が死んでいた、ピンチなのは知ってたかな。予定通りだ。うん、そこで待機しているのはソルタか。ゲイタ君はどうやらリトリビューションを操っている様子。ならば私はジャッカルに乗ろう。この死神のエンブレムをつけたこのジャッカル、どんどん敵を葬り去ってやるぞ、ナイさん。さあ、では発進だ。窓で状況を確認しろ。 C12 と攻撃車両がやられた。車両の兵器がない以上、空爆でタワーを破壊しなければならない。マカルムはガス排出タービンを指定した。そこを攻撃すればタワーは崩壊する。用意はいいか。そのタービンが弱点か。よくやった海兵隊、ここからはスカーが引き受ける。ラジャー、わかった軍曹。どうやら、お、敵の航空部隊か。まずは距離を取って敵の航空部隊落としていこう。こちらはタービンに向かう。敵をこちらに近づけるな。ラージャー、フィーバー、
よーし、撃墜。さあ次はどこにいる。我々の反撃と移行ではありませんか。よーし撃墜。何かジャンプしてきた。気をつけろ、エイジャクが突っ込んできたぞ。次はあれを落とさないといけない。だがどうやら敵の航空部隊も来ている様子。まあだがあれを落とさねばならんだろうな。ならばミサイルをどんどん仕込んでいこうではありませんか。敵のエイジャックを破壊しろ。さあどんどん仕込んでいきますよ。ミサイルはまだまだある。さあ食らうがいい。クリアはあるんで、なんとかそれでしのぎながら撃ちたい。ミサイルはもうないからな。よし、エイジャック落ちた。あとはなんだろう、敵の航空部隊かな。お、次はタービンに着陸しろ。じゃあここに行けばいいんですね。近くで着陸、自動操縦中。ならばここからは白兵戦で行くんですね。いやだが敵が出ているぞ。お、ソルターナイス。さすがは我が相棒だ。敵がいるな。もうランチャーはないな。よし、ならばもう武器は切り替えよう。アイアンサイトか、結構見づらいぞ。いや、まだいるな。一応上をこれで投げて。お、そこにいるな。よし、では進もう。おっと敵が湧いてくる。よしでは進軍で、この中に投げ込む。さあ行ってくれ。おっとグレネード、 E さんやばいぞ。E さん大丈夫か。おっとまだ来る。E さん援護するぞ。別に E さんをね、あの盾にしているわけじゃないですよ。ふむ、これであらかた片付いたかな。見事だ。それじゃあ制御装置を頼む。了解した。ならばこれでタービンシールドを露出で、そこを狙って撃つんですね。タービン露出。了解、制御装置だ。ナイス。なんか私たちも巻き込まれそうな気はしますよ。でジャッカルに戻る。了解した。レイタから連絡は。まだない。彼らは大丈夫だ。心配ない。そう、まあ、我々の帰る場所がなくなっていなければいいんですけれどもね。さあではジャッカルに戻ろう。
これで燃料タワーの破壊は完了。とはいえ味方の船が果たして大丈夫かどうか。さあ発進するぞ、離陸。さあテイクオフ。敵の燃料タンクが破壊される様を見ていこうではありませんか。なんか導火線みたいな感じで爆発していますよね。ではこのろうそくに火を灯そうではありませんか。お、破壊しろ、了解。ならばミサイル発射。いい気味ではないか。とはいえ我々のリトリビューションが果たして無事かどうか。爆発を確認した。お、凄まじい火花が上がったな、スカーチーム。ゲイター無事だったか。死んだと思ってた。そちらもね、雲に紛れてオリンパスを振り切ったんです。見つかるのに。なんかこれ本当に振り切れているのか心配ですよ。よし、ならば発射シーケンス開始。打ち上げ準備が整った。もうこの中域を離脱しよう。さあ撤退撤退。でもこの戦いでだいぶ戦力、まあ我々の戦力も低下しましたよね。でバトルタンクもやられて装甲車もやられましたもんね。だがやばいぞ、こっちがいる。さすがに振り切れてはいないか。おっと、私が撃たれていると大丈夫か。いや、こんなところで落ちるわけにはいかんぞ。動け、くそって戻ったぞ。よし、ならば帰還しよう。だが下からオリンパス、こっち、まだまだ私に抵抗しようとするか。いや、抵抗しようとしているのは私側か。いや、まだ船が危ない。やばいぞ、私の死神のジャッカルが。リトリビューション、攻勢を中止しろ、撤退だ。敵の船大きいな。リトリビューションが、まあ一回りも二回りも小さい感じだが。いや、だが私はイーサン君と漂流していますよ。頼むぞ。さあ敵の船と私たちの船、まあジャンプしたが、左腕が破れてる。やばいぞ、空気が漏れている。君は酸素とか必要しないからいいだろうけれども、私はもうかなり空気が危ういぞ。どうしましょう。身を任そう、イーサン。できません。あなたは私の指揮官です。あなたなしでは任務が。いや、嬉しいことを言ってくれますが、もうかなり危ない状況、意識が朦朧としている。いや、イーサン、お前は兄弟だ。おしゃべりロボットの兄弟ですか。そうだな。ハンサムな方が私です。いや、何を言うかこの後において冗談を言うか確かに。どうやらここまでのようだな、相棒。私は怖いです。機械が怖いか。なんかかなりもう危ない様子。やばい、意識を失う。キャプテン。ここはどこだ。キャプテン、聞こえるか。キャプテンレイエス、意識が戻る。君はタイガーなんとかの艦長さんではありませんか。タイガースのキャプテン。そうそう、タイガース。心拍が落ち着きました。血液ガスは正常です。チーフのブライアン・ドリング、衛星兵だ。イーサンはここにいます。ここはタイガースのシャブルだ。無事だったか、兄弟。リトリビューションに連れて帰る。船とクルーは。リトリビューションは無事だ。起こしてなんとか無事に撤退できて、で私たちもまあ無事生存できたわけですね。
誰が連絡を？ソルターだ。回収を要請した。だが艦隊長は回収を危険と判断した。レインズは許可しなかったのか？戦争に友情はない。私の行動は利己的だが、一人で戦うつもりもない。まあ、艦隊長の判断も正しいんですけどもね、それだとね、あのイエス君が死んでしまいますものね。漂流した距離の計算は？重力と我々になかったもの、運だ。イーサンはキャプテンを守ろうとしがみついていた。じゃあ偶然見つけたんだ。こじ開けた。勇敢なんだな、イーサン。いや、助かったと、イーサン。感じました。謙虚なやつだ。ドッキングまで5秒。ありがとう。命の恩人だ。私たちは兄弟だ。どちらかを失えばやっていけない。まあ、艦隊を再編できるまではこの2つの艦で、まあ、やりくりしていかないといけないですもんね。私はタイガースに戻る。仕事が待ってる。彼を頼む。自分の面倒ぐらい見れますよ。リーさん、エンジニアリングでマックに見てもらえ。キャプテンは？心配するな。心配してません。あ、なんだその態度は。いや、上官に対して失礼ですよ。いや、ソルター会いたかったぞ。大丈夫か？もちろん。クルーがお前を待ってるぞ。まあ戦友、まあなんだろうな、こう恋人というよりかはこう、まあ戦友っていう感じですよね。リコレイエス。了解した。キャプテンがブリッジに。繋いでくれ。さて、この私を見捨てようとした艦隊長。キャプテンレイエス、また会えるとはな。君に見せたい極秘の報告書がある。君の部屋で詳しく話す。イエスは。通信士官。二人で話そうというわけか。接続します。私の部屋に戻ってきましたが、この辺でね、いろいろ記録が見れるんですよね。まあこうやって、まあ、敵のエースかな、それを撃破したら、まあこうやって、まあ、いろいろね、まあ、トランプみたいな感じでいろんな顔が出てくるんですね。オフィスにつなぎました。よし、ならばどこで見ればいい？お、ここか。どうぞ、艦隊長。エイティス破壊工作の情報だ。SDF のスパイ、ライアに関する法医学的な評価が終わった。体内に装置が埋め込まれていたよ。ほう、過去に捕まえた人ですね。今も発信している。送信の内容は？解読中だ。それとは別に、今後の作戦についてはソルター少佐から聞いてくれ。戦争はまだ続くぞ。敗北はない。タップキャラ。あ、ちょっと今発音良かったね。終了しました。ありがとう。極秘の情報か、気になるな。まあ解読は進んでいるようなので、まあ後々ね、まあこっちの狙いみたいなものが分かるかもしれませんよね。オプスマップを更新し、いつでも使えます。了解した。じゃあ次のメインミッション行けるわけですね。フェラン、無事を祈る。そちらもな、レイエス。ならばタイガースは別のミッションがあるんでしょうかね。水星付近でストラットコムからの新たな任務があります。別の空対空ミッションも選べます。なるほど、次はじゃあ水星に行って、そこでメインミッション進んでいくんですね。じゃあ今回はこの辺にしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。